どうも、みつみついと申します。今回は今シーズンよりランクマッチで使えるようになった黒馬バドレックスを使っていきたいと思います。このポケモン本当に良くないポケモンで、簡単に言うとズルなんですよね。なんでかっていうと、このポケモンバドレックスとレイスポスが合体してる、っていうか上に乗ってるだけ。これ2匹なんですよね。だからシンプルに2対1っていう、ズルじゃんっていう。それで特攻が165、素早さが150というとんでも数値をしておりまして、さらに専用技アストラルビットは威力120、命中100、ノーデメリットという壊れ性能でございます。今回はね、そんなズルポケモンバドレックスを使ってもうね1400連勝ぐらいしようかなと思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。マドリーさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、バドレックスちゃんの強さをね見ていきたいと思いますけども、そんなことより今回の私のパーティーガチパすぎるだろっていうね、そういったお叱りを受けそうなパーティーでございますけども、なんか気づいたらねこんな感じのパーティーになっちゃうんですよね。今期とかはディンルーだとどうだろう、パオジアンがきついか。ヘイラッシャ、バドレックス、海流でこれでいきたいと思います。ディンルー読み、パオジアン読み、ヘイラッシャ。パオジアン来い、パオジアン来い。無限大な夢の後にふえー、これどうしよう。身代わり持ってるやつだったらどうしよう。これ身代わり持ってそうだな。なんかあくびで流すのを読んで、これ自信打とう。一回自信見せとかないとしんどい。あ、攻めるやつだった。じゃああくび打っとけよかった。うーお、効くねー。どんなもんだろう。まあとか。で次、テラスタル切ればどうにかなるんですが、どうしよう。もうテラスタル、これテラスタルあくびでもう切ってみよう。ここラッシャーが活躍する試合と見た。はい、これでなんか毒技とか打たれたらだるい。はい、オッケー。これはねラッシャーで一匹眠らす。これでいく。これで緑まで回復しまして、これもうあくび連発で引っ込めまして、海流、こいつラムとかあるかな。ラムあります。これラムっぺー結構効くし、ラムっぺーな。これどうすっかな。居座られたとてあれなんですけど、こっちあんまやることないんですけど、あ、ラムじゃなかった。どうしようこれ。正直自主退場したいまであるけど、ここ海流で、ここ海流出して寝てる。オッケー、これ引いてきてくれると熱い。オッケー、ポリゴン2、これは良くないね。攻撃上がるのは良きとして、ポリゴン2は良くないね。もう無限にひるませるしかねえか。無限にひるめ、無限にひるめ、ひるまない。レートビーム一発ぐらい耐えますよ。急所か、急所、ガッチャビーン。急所で凍るのはなしだろ。一応ラムネ持ってますけど、だいぶ下半身で食べますけど、じゃあ次ひるんでもいいよね。これはもう、これはもうひるんでいいだろ。これはひるんで平等なんですよね。ひるんで平等っていう感覚が理解できないお友達かな。これはこれはレックスバドレックスでどうにか頑張っていきましょう。緊張感も持ってますよ。サイコショックで倒せんのかな。サイコショックでいけ。よしよしよし、とりあえずまずは一丁で、いななきまして、で、ダイナと。で、ダイナは多分なんかテラスタルありそうですけど、ノーマルテラスタルはないと思うんで、アストラルで。あら、そっちの方が早い、そっちの方が早い。これスカーフ持ちってこと。タスキなのでなんとか OK ですと。あなたスカーフだったの。スカーフですよね。無限ダイナってそんなに速くないよね。言うて言うて、オッケーオッケー。で特攻2段階アップして寝てる海流と。
ここ起きなければ私の勝ち。起きられたら負けっちゅうことか。起きなければ勝ちなんですが、はい、どうですか。起きる。よしよしよし、勝った。これは勝った。諸田で駆動。はい、対戦ありがとうございました。強い、バドレックス強い、マジで。はい、マッチングいたしました。馬さん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、馬だけやってね、同じく馬を使っておりますけど、であれですか、あのイエスさんと組み合わせてやっちゃおうぜみたいなやつですよね。初手はディンルーかキラフロルで展開しようみたいなことですかね。そこに合わせてフー出しますか。フー、バード、ディンルーか出してみるか。初手じゃないディンルー、意外と落ちかもしれません。さてさて、スーツの方イエスさん、ほう、いきなりからイエスさんか。そうですか、それはそうなんだ。大地とか打っとくか。ワイドフォース、まあ直帰もありますんでね。お、大地で、でここでディンルーで、はい、ディンで、ディンよろしくで、はい、ワイドフォースは効きませんと。ステロで、マジカルシャイン、まあ大丈夫でしょ。おい、ステローと。これどうしよう、吹き飛ばしちゃおうかな。マジカルシャイン、おい、吹き飛ばしで。まあ裏にね、馬がいることは確定だと思うん で、馬が出てくるとね、なんか読み合いになるのがちょっとめんどくさい部分もありますが、大ニューラか、ちょっとよりめんどくさいものが出てきたというか。うん、サイコシード特防上がる。これどうしよっかな。テラス自身で、これはもうここだけにかけます。はい、インファイトをしっかり受けて、ここの大ニューラ残すとだるいなって思ったんで、これはもうこれでいきます。これで役目終わりになっちゃうけど、でもここの大ニューラはね、倒す価値があると思ったんで、これはこれでいいです。バドレックス、はい、木の実はもう食べたんで大丈夫です。これはもう何があっても倒されちゃいますけど、あら、ここでもうテラスタル切ってくるんだ。これはありがたい。これはマジで予想外のありがたみ。エスパー、これありがたいな。バドレックスで一貫性もできましたし、助かる助かる。テラス切んなくてよかったんじゃないかなって思うんだけど、あれかね。ここバドレックスで、バドレックス VS バドレックス、魂の勝負。何にしろここは勝てるけど、とはいえ同速ならじゃんけん勝てた方が絶対良い。はい、勝ち、いけ、おりゃ、えらー、よい、強い、よしよしよし、世の勝利。オッケーオッケー、たすきが出るまでもない。はい、そして逆にこっちがいらないといきます。かわいいですね、バドレックスちゃん。実は足が結構長いでおなじみ。はいーと、でこれどうしよっかな。これ意外と打つ技がない。これでも意外とサイコショックのが効くかも。サイコショックでいくか。ほい、よいしょーと。はい、対戦ありがとうございましたと。オッケーオッケー、いやー、よかったよかった。いや、ほんとね、テラスタルのタイミングですよね、やっぱり。それがかなりもう重要というか、もうお互いパワーがでかいから。はい、マッチングいたしました。ユウトさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、ちょっと受けっぽいパーティーかなっていう気がするんでね、まあ嫌だなっていうところはありますけど、そうね、でも鉄の包みとかじゃなければディンルーからいけるんだけど、鉄の包みがもう割と誰も受けれないから鉄の包みから来そうなんですよね。鉄の包みだったらもうテラスタル切ってもどうにかするしかないわな。もう鉄の包みが刺さってることに気づかないでほしい。もうディンルー、バドレックス、ヘイラッシャという守り勝つ戦いみたいなとこもありますね、今回は。包みが刺さってるってこと失念してくれ。包みは良くないよ、良くないよ。包み何ですかこれ、ランドロス。まあまあまあ、ランドロスならある程度は
めっちゃいいってこともないけど、ぶっちゃけ。まあまあ、とはいえなんで、ランドロスって挑発とか意外と持ってましたよね。まあ入れないと思うんだけど。うわー、挑発入れるやつだ。最悪じゃ。くそ、マジか。マジでカタストロフィーしか打つもんない。完封、これはまあ全然いい。向こうも急所なんだ。へえ、はい、カタストロフィー。これしかやることないんだよな、正直。どっかのタイミングでヘイラッシャーに変えよっかな。だからもっぱつカタストロフィー打って、挑発が切れたタイミングでアクセルスロック持ってる。最悪だ。でもかなり、だからあれですよね、なんかあんまりなんかこう攻撃はさ持ってないと思われ。ここラッシャーに変えます。私のラッシャーはね、挑発されても大丈夫なんで、結構挑発大丈夫ラッシャーなんで。でステロも食べ残しで意外と平気と。ドヒドイデに変えてきそうだけど、まあウェーブタックルでいいわ。はい、ドヒドイデかな。ゴンカビか。ゴンカビそんなに受かってるとも思わんけどな。どうだろう、受かってんのかな。まあまあ受かってるか、言うて。あくびで流そうみたいなお話ですかね。あ、もっぱつウェブタックルで、おいしょーいっと。で地割れ、怖いことするんだから。もうこれウェブタックルでいけるでしょ。引っ込めんランドゥルス。まあとはいえこのウェーブタックルでとりあえずここは倒せるとして、となるとゴンカビがちょっと倒せないのかな。ギリギリ倒せなくなりますよねこれ、きっと。ホウオウか。ホウオウって身代わり持ってる、入れないか。草テラバーストあんの。あるんだ。いやとはいえ耐えるべ一発ね。ハム太郎、ハム太郎、はい、ハム太郎、これは完全にハム太郎、これはハム太郎ですわ。これは寝るまであくびにしてみるか。いやカビゴン寝かしてきそうでもあるんだよな。そうだ、もっぱつぐらいあくび打っとくか。でもカビゴンを寝かしてくる。あ、眠るカビゴンってことね。そういうこと、オタク、そういうこと。眠カビ、この呪い積んじゃう。そんなことするんだったらここ呪い積みますよ。あら、寝言もちゃんと持ってる。寝言で眠る、よっぽど寝たいんだね。寝言で地割れを出そうみたいな。引っ込めて、はい、もっぱつ呪っていき、ね、なかなかこれまた緩慢としたバトルとなりましたけども、ヘイラッシャーのね、もう耐久がえらいことになってますから。聖なる炎、これ焼かれるとまずいね。オッケー、危ねえ。呪いで、でここでゴンカビがやってくると。でここでウェーブタックルを当てたいんだけど、多分ここで鳳凰に変えてくるんですよね。まあ、一応ウェーブタックル打ってみるか。お、変えてこない。寝言、地割れ当たる。マジで最悪のゲーム、これはちょっと最悪すぎるな。ここはディン・ルーで、これはちょっと急遽作戦変更や。まあ、とりあえずカタストロフィーで、まあ、カタストロフィーでまあ半減して目覚まして、地割れ、そんな何度もこれ地震でいいか。まだ倒せないかな。ふう、で多分ここで放うかな。
まあですよね。カビゴンはだいぶ弱らしたので、カタストロフィーでこれで焼かれるとしんどい。焼かれてはないですよね。オッケーオッケー。まあ地割れも当たったんでね、こうだいぶ許してほしい。もうテラバーストを倒しに来るってことか。カタストロフィー、こいつはブーツだと思うけど、一応ステルスロック巻いとくか。テラバースト、あと一発耐えてほしい。耐えないか。まあ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 、よく頑張った。バドレックス頑張っていきましょう。ここで真打ち登場よ。サイコショックで引っ込める。はい、カビゴン、はい、カビゴンにはサイコショックがぶっ刺さっていきます。オッケー、これで勝ちでしょ。いな泣いて、鳳凰が多少じゃねえな、結構回復するな。アストラルビットでいけんのか。アストラルビットいってくれ、頼む。うわ、バケモンだね。いや、でも耐える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 。オッケー、最後の最後まで焼かれない。はいね、まあ地割れも当たったんで許しておくんなましということで、ね、長いバトル勝ちました。オッケー、マジで。いやー、結構うまかったんじゃないの。でももう今回のバトルはなんか、いやー、でも疲れましたね。なんかポケモンバトルもなんか疲れるようになりましたね、本当に。ポケモンのランクマッチってマジで小学生やってんのかな。僕が小学生の頃とかだったら絶対できないけどな、こんな難しいゲーム。